まあ、8月15日がね、今近づいてきましてね、ハ、え、張、ー、り切りさんがですね、正殿参拝を8月15日にするそうです。まあ、それ呼びかけがね、行われると思いますので、ぜひですね、この呼びかけに答えていただいて、ぜひね、8月15日に正殿参拝行ける方は行っていただければと思います。今年はそれぐらいかな八、うん、8月ね、つい先日ですよ。つい先日、あの、なんだっけ、キャンドルデモの講演会がですね、文京、 シビックだったかな文京シビックであったそうなんですよね。で、それでえ、行動する保守運動の方で、あの、抗議外線やったっていう連絡があったんですよね。まあちょっとびっくりしたんですけども、あの、反転連の方もですね、こう、キャンドルデモがこう、できなくなってるっていう感じでしょうかね。いや私てっきりね、10日にやるもんだと思ってたんですよね。10日にやると思ってたら、なんかやらないみたいでね、今回。まあ実際に10日にならないとわからないんですけれども、 一週間前になっても連絡がないんでね、まあ多分やらないんだろうとは思いますけれどもね。あだったら8月15日にですね、8月15日に靖国神社の正殿参拝ですね。まあそちらの方は当院以外でも OK ということで、ぜひね、こちらの方参加できる方は参加していただければと思います。